最新の IoT 技術を取り入れた未来型集合賃貸住宅が長崎市に完成しお披露目されました。どうぞ。長崎市桜馬場2丁目に完成したフォービス桜馬場。18親和銀行の社宅だった建物を長崎市の福徳不動産が買い取りリノベーションしました。地上3階建てで6室が用意され、間取りはすべて 2LDK。 窓を二重にするなど断熱性や防音性にも優れます。また住宅設備機器業界の最大手リクシルの最新の IoT 技術を導入し、照明やエアコンのオンオフや玄関の扉の鍵の開け閉め、お風呂の洗浄もスマホで遠隔操作できます。家賃は共益費込みで1ヶ月8万7千円からで、空き室は現在1室のみということです。新築よりもかなり安い金額で住めるっていう、これが長崎市の課題を一つこう解決する、一つの手段にもなるんじゃないのかなというふうに思います。子育て世帯の方に多く利用していただきたいなというふうに思います。フォービス桜馬場は若い世代に選ばれる魅力的な街を目指し、長崎市が取り組む住みよかプロジェクトに未来型集合賃貸住宅として認定されました。